あがくとしましょうか。シルベムシにイベルカーナの特徴を覚えさせました。シルベムシを追ってください。新しい道ができています。
Thank you.
Thank you.
ターが命の限りあがいてみせましたとも。よくやった。お前は本当にすごいな。すごいぞ。やったな。マグマを急速冷却して生成か。これをまとうことで冷気を制御していたみたい。石が劣化して剥がれるたびにまとい直しているんでしょう。なるほどっすね。それでじいさんに報告できるね。はい。でも祖父は私に別のことを知ってほしかったのかも。いい課題だったわね。はい。知りたいとあがくってすごいです。相棒、石の謎に付き合ってくれてありがとうございました。あなたは本当に本当に。いや、戻ったか。こっちはなんとか一段落ついたところですよ。そのようだな。ひとまずそちらの経緯を聞かせてくれないか。これでレイゲーナの異常行動も収まって、寒冷化による生態系の壊滅も免れるはず。素晴らしい成果だったな。しかし水を差すようで申し訳ないが、私の調査結果を聞いてほしい。それを報告する前に、至る所に不自然な断層を見つけたわ。それもたくさん。この地で頻繁に地殻変動が起きていた証拠よ。地殻変動？そう。でもそのどれともイベルカーナとの関連性を見つけられなかった。それに歌が聞こえる理由も不明です。まさか、うん、歌と地殻変動は関連している。レギエナの行動やイベルカーナの活性化に影響していた可能性が高い。これらが収まらない限り生態系の異常は続くだろう。だとするとその原因は大いなる存在か。Thank you.
さて、状況を整理する前に一言言わせてほしいんだ。みんな、イベルカーナをよく食い止めてくれた。みんなとまだまだ生きられることが素直に嬉しいよ。だが、そうも言っていられない事態になった。私は五騎団の編纂者が聞いたという歌が気になり、単独でずっと調べていたんだ。私は地殻変動がどうも気になってね、同じく単独で調べていたの。それでようやく歌が聞こえた場所近辺に地殻変動の跡が多いと分かってきたわ。おい、まさかとは思うが、二つの原因が同じなんてことは。大いなる存在、この言葉は古い布に書かれたただの文字かもしれない。だけど手記の主がこう記すだけの理由があったと俺は思うんだ。とにかく私たちだけでは時間が足りない。できうる限りの人手で歌と地殻変動の場所を洗い出したい。うん、二つに共通する事項、これを探り出すことに私も賛成だ。さて、お前なら手はずはどうぞ。そうだな、歌と地殻変動の調査の手伝いは四騎団のハンターに頼みたいな。それと五騎団は各地のモンスターの動きに目を光らせてほしいんだ。レイゲーナの時と同じく騒ぎ始めるモンスターがいるかもしれないだろう。なるほど、かの存在に触発されとてつもないものがうごめいている可能性は大いにあり得る。私も先輩の案に賛成です。みんなで手分けして調べます。ここが正念場だな。何かが一つでも欠ければ大いなる存在にはたどり着けないだろう。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。各地の異変調査に行きましょう。私たちの担当は流血症の地ですね。さて、作るか。